クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルはこれ、今勝のカズラです。はい、これすごいですよね。形が一度見たら忘れられない形です。なんでしょう、エイリアンみたいな形なんですけどね、これね、実は機能美にあふれたルアーなんです。まずですね、これ今ちょうどテールが出てきたんでね、テールの説明しますけど、テールにね、ペラとこのブレード、それから正面はこのリップですね。リップが伸ばしたトップ系のルアーなんですけど、これですね、実はただ巻きでも全然使えますよ。使えますけど、どちらかというとね、強めにジャーク入れてやると、これキックバックでフラフラッバーンってるんですね、浮いてきます。で、このシルエットがですね、一説にはこれね、虫、大きな虫のシルエットを意識して作ったって言われてますけど、ちょっとねその辺は私メーカーさんじゃないのでよくわかりませんし、あれなんですけど、とにかくね、バザー系のルアーとしては珍しくね、シルエットでも食わせる、ことを意識したルアーだになりますので、これはですね、ただ巻きで使うのも結構ですけど、止めることをね意識して、使うといい結果が出るルアーだと私は思っています。で、もちろんですね、バザー系の基本であるこのテールですね、テールを見てもらえば分かるけど、このペラとブレードで音は出ますし、もちろんね、このリップがあるがゆえに、よれた動きもできますし、冒頭でね私が言ったように、強めに、煽ってやって、ジャーキングですね、をしてやって、キックバックでフラフラっと浮かして、キックバックで、アピールしておいて止めてシルエットで食わせるっていうね、使い方もできます。こういうね、多目的な使い方をするっていうのもね、今江プロですね、今勝の代表の今江プロの長年のね経験の中から生み出されたルアーなんじゃないでしょうか。形がですね、非常に、異様な形ですよね、ある意味、ですけども、トップ系のルアーっていうのは割とね、こう、木をてらったね、こういう木をてらったルアーもありますし、もちろんね、魚のね、小魚を意識したシルエットのルアーもありますし、さまざまな形がありますけどね、ルアーっていうのはね、もちろん形も大事です、形も大事ですけど、こういうね、異様な形はしてますけど、機能美にあふれた形があるルアーっていうのも、ね、多数存在してますので、ね、そういうルアーを使ってね、バス釣りを楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。特にね、トッパーの方はそういう楽しみに長けてる方が多いですけども、トップを専門でされてない方もね、そういう楽しみ方もバスフィッシングの一つであるってことをね理解して楽しまれてはいかがでしょうか。このカズラもね、あまりね正直ね人気出てなかったですけど、割とね中古屋さんではお見かけするルアーではありますので、ね、もちろんそんなにね、高額な値段に取引されているルアーではありませんので、一度ね手に取って使われてみてはいかがでしょうか。ではね、少々短いですけど今回はここまでにしたいと思います。次回ね何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。